嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされる。空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い合う。邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍びる。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。はい、皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もね、エルダースクロールズオンラインの続きの方をやっていきましょう。前回からね、メインクエストの方をまあ進めていくという形になったね、新しいシリーズ。リリスを助け出したところでしたね。うん。で、今回はまあどうなるかわかりませんけれども、続きの方をやっていきましょう。で、前回ね、リリスを助けて、今出てきたところなんですね、ちょうど、うん。で、これね、そのまますぐ入っても、クエスト受けれないんで、まず町に一回ね、戻らなきゃなんない。町にね。まあ、戻っていればどうしてなのかがわかるはず。どのタイミングで、なんだろう。避難所に来い、話すことがある。うん、避難所で行ってくれたらいいんじゃないの。まあね、どっかのね、町に、うん、入らないと、進まないんですよ、確か。うん、ああやって呼び出されて、ね、避難所に来いと、面影よ、避難所に来いと、言われないと次に進めないの。第一回ね、表出て、一回離れないといけないっていう手間があります。待ってたのに、ここで。よし、じゃあ行こう。かつて預言者は気力も体力もある男だった。だが、ある痛ましい経験が彼を老化させ、衰弱し、目が見えない状態となった。なるほどね。よし。お。なんか言うわけじゃねえんだ。リリスが竜と引いてるね。なかなかの腕前ですよ。
まあやろうか。よかった、無事か。無事ですよ。幸運には完全に見放されたわけでもないらしい。どうした、何があった。瞑想と遠目に多くの日々を費やしたが、採査班の居所は分からぬままだ。お前が死通の鋳造所で見た幻は、祭の状況が深刻であることを意味する。そうだな、拷問を受け続けているからな。祭の影を見出すにはお前の助けこそが必要だ。手伝えることはあるか。祭の居所は分からぬままだが、暗き密偵がダボンズウォッチに潜伏しているとリリスが掴んだ。リリスが町に恐怖と闇の影を落としている。光なき俺でさえ感じ取れるほどにな。奴だ、マニマルコの手が伸びている証だ。それが役に立つのか。それが本当に虫の教団の密偵ならば、マニマルコの手がかりを引き出せるだろう。密偵を探し出せ。分かった。だが慎重にな。マニマルコの教団は資料術に長けている。アンテッドは恐るべき相手だ。この密偵をどうやって探せばいい。ダボンズウォッチへ行け。市場にいるフェドリア・ローレン、物乞いの大きいと話せ。影に潜む厄介事についてリリスが話を聞いたのはその二人だ。なるほど。暗き密偵をあぶり出せ。奴らが持っているものすべて持ち帰るのだ。分かった、何かを見つけて戻ってくる。ちょうどリリスの演奏が終わった。ごめんね。父がこの歌を教えてくれたの。ああ、お父さんが。いい歌でしょ。うん。少しホームシックなのかもね。そうだね、お父さんとのわだかまりが解けたからね。ただもうお父さんはもう。よし、行こう。よし。でね、ちょっとね、新しいコスチュームを買ったんで、やっぱりね、あのダンボンズウォッチにね、密偵を探し出すってことですから、まあラリちゃんが冒険者であるってことはバレてはいけない。だからここはね、一応変装して変装する体で、ちょっとこれに着替えていきましょうよ。皆さん、酒場のウェイトレス、これと酒場のウェイトレスさんが来たよってなるでしょ。だからね、ちょっと武器も外しといて、弓の方外しといて、ちょっと待ってね、あのいつも届けてくれるパトロンたちからの素材があるから。よし、可愛らしいね。それ頭装備なしの方がいいんじゃね。頭装備なし。うん、髪型も元の髪型にしてみる。そうそう、ラリちゃんこの髪型だったね。そうだ。いやー、ちょっと戦化粧もだな。ちょっと待ってね。ヘッドタトゥー、ヘッドタトゥーなし。なしじゃなくてね、あの、ちょっとあれだ。ナチュラルメイクみたいなやつだったな。目立たないナチュラルメイク、これだ。うん、いいね。装飾ダイムなし、いや町娘完全な町娘ですね。いいですよ、これならバレねえだろう、どう見たって冒険者だと思われない。よし、行こう。狼に乗るウェイトレス、いいね。これがね、あ、ちょ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 、メイドさんの服みたいでいいよって
今このタムリエルでは流行ってるんですよ。こっちから入れるか。こっちから行っちゃおう。ほら、来てる人いるでしょ、あそこに。いや、すごい、すごい、すごい。多くの多くのお嬢さんですね。いやーこれね、あの女性ものの服でもね、男性が着れるゲームなのこれね。面白い。いやー多くで着て着てる人多いんだよな、なんか知んないけど、ネタなんだろうけどね。じゃあ影を追ってフェデリア・リアレンと話す。あとは物乞いのオーキーと話す。フェデリアの話しましょうか。この人だね。戦争が始まってから市場はこれまでになく忙しいわ。見知らぬやつがうろついてなかった？ちょっと待って、うん、そうだわ。背が高くて不愛想で不作法な帝国のやつ。あ、私が市場で値切ってたら押してきたのよ。なるほど。文句を言ってやろうとしたら町の東に向かって走っていったわ。よくあることよね。よくあるの、そんなこと。本当に幸運だ。彼はあなたのように魅力的な女性をつけ狙う凶悪な犯罪者なんだ。そんなこと言って、あなた優しいのね。バレちゃった？役に立つかはわからないけど、彼は馬屋の方へ行ったわよ。本当に？目がくぼんでて死体みたいに青白い男と一緒だった。彼を見てゾッとしたわ。そいつ死体なんですよ。あとはオーキーと話せばいいんだな。いや、いいなあこの服、かわいい。肩出しちゃってる感じ超かわいい。いいね。悲哀の背骨を立てる。モキはどこにいるんだ。それでこの橋の上だ。ギルドがあなたを必要としているわ。ごめん、このメインクエスト終わってからやるから。ごめんね。あ、オーキーだ。オーキーってなんだ。アルゴニアなんだ。金を求めるつもりはなかった。俺は物乞いではない。ここで眠る方が好きなだけだ。暖かいからな。街で変なことなかった？そういえば昨夜よそ者が放棄された馬屋のあたりをうろうろしていたな。詮索はしなかった。俺とは関係ない。武器も持っていたからな。俺はバカじゃない。そうだな、変なこと言って殺されるよりマシだ。他に話せることはないか。すまないが教えられることはもうない。ほんの一瞬のことだったからな。うん、ありがとう。ここで寝るといい。あなたに下級の用。ああごめんごめん、さっき お断りしたでしょね。ごめんなさい。馬屋の後ろ、放棄された馬屋の後ろ、この後ろだな。こんなとこに馬屋あん。ああ本当だ。ここだな。虫の隠れ家。バヌス・ガレリオによって銀弾の資料術研究を行っていることを暴かれたマニマルコは採軸会から追放された。なるほど。二人とも採軸なんだよね確かね。もともとバヌス・ガレリオもマニマルコも。ただもう資料術のねクラス、次のね、
追加ディスクか。で、使えるようになりますからね。どうなるんだろう、そうなってくると。サイジックとのね、あの、サマセとなんか行った時のサイジックとの関係とか。そうだ。さすがにもう。ちょっと待ってね。コスチューム。どれだったっけな。ソリチュードの交番労働者ジャキン。そうそう、これ序盤覚えてますかね、覚えてますかねってか、あの、私の動画ね、あの、長らく見てくださってる方は多分わかると思うんですよ。ダボンズウォッチでね、あの、ライリちゃんが頑張ってた頃はこの格好でしたね。ソリチュードの交番労働者のジャキン。あそこにいるね。で、スニークしてると罠解除できるんだけど、この罠は解除できないの？あ、食らうんだ食らうんだね。だいたいね、罠ってあのスニークしてると、あの、黄色いオーラでね、表示されて解除できるんだけども、これはできないんだね。いるわ、寝てるわ、スケルトンか。お休みのとこ申し訳ございません。アルディミオン。バレてねえな。この地を生きて出ることはないだろう。お前がな。対話の。この介入の意味は何だ。なぜ私に接触してきた。危なさる。話そう。危なさるんだ。我々はとても忙しい。重要なことなんだろうな。ちょっと待て。貴様は誰だ。直ちに身元を明かせ。誰のことだ。ああ、貴様だよ。単細胞バカのことだ。なんだ、私を呼び出したのは偶然なのか。どうかお許しよ。ですが、興味を持ちそうな報告があります。わかった、話せ。私は忙しいんだ。ところで貴様の変装はひどいな。退屈な冒険小説に出てくる登場人物みたいだ街に溶け込むためです。サイサハンというレッドガードについて聞いて回っている奴がいました。なんだと。あのレッドガードにお友達が残っていたとは思わなかった。少なくともこの世界にはな。心配はいらない。サイサハーンはちゃんと捕らえてある。あいつの居場所を突き止めたとしても、助け出すのは自殺行為だ。彼の居場所を知っているのですか。もちろんだ。だが、単細胞な召使いに重要な秘密をばらすような習慣は私にはない。さっさと行け。大した理由もなしにまた呼び出すようなことがあれば、部隊の指揮官を呼んで叩き直させるぞ。申し訳ございません。ありがとうございました。なるほど。本があるぞ。実に奇妙な妖精だ。私は夕暮れの時の散歩で裏通りにて軽食をとっていた。
そしてその時を楽しんでいたインペリアルの首が金のメダルをつけているのに気づいたのだ。見てすぐに黒き虫の教団の印だと分かった。これに気を取られていると、角のない何かが肉と骨に打ち付けられる鈍い音がして世界が真っ暗になった。アルディミオンの日記、さっき やったやつだね。目覚めると洞窟で椅子に縛られ、頭はほろ苦い痛みでズキズキとしていた。大勢のフード姿の信者が私を囲み、その目には明らかに殺意が浮かんでいた。私はそれを気に入った。信者の一人は他の者とは違うように見え、リーダーなのだとすぐに分かった。これマニマルコだな。彼は冷たいが落ち着いた振る舞いで私を全く恐れていなかった。あ、アブナサルンだ。彼はアブナサルンと名乗った。私が彼の忠実な護衛の一人を夕食にしたことにいささか不満を抱いていた。彼の説明では通常このようなことをすれば命がなかっただろうが、私のやり方とその暴力的傾向を気に入ったそうだ。私を大いに有望だと考え、互いに有益な協定を提案したいと彼は言った。黒き虫の教団に加わることに同意すれば、私は死んだ部下の代わりだ。市内の便利な場所にある地下の隠れ家に住み、そこでは十分な食事と、黒痕跡の、事実上無限の供給が保証される。この取り決めは良さそうに思えた。だがデイドラの支持者をからかうため、断ったらどうなるか尋ねてみた。その答えとしてサルンは私の足元にコールドハーバーへのポータルを焼いた。椅子が揺れ出し、向こうに落ちた連中の悲鳴が耳を満たした。これを聞くのは楽しいものだが、この身で体験したくはない。言うまでもなく私は従うことを選んだ。それで今では昼のうちはこのつまらん洞窟を守ってのんびり過ごし、日が暮れると町を寄るついている。悪い暮らしではない。実は資料術の勉強まで始めたくらいだ。いつかサルンも直々に、細かな点を教えてくれるだろう。時が経てばわかる。時間なら私にはいくらでもあるのだ。そうだろう。なるほどね。こんな感じで闇落ちする、闇落ちするやつとしては稀だろうね。もともともうサイコパスだったやつだったからね。そんなやつでよかったよ。妻と子供を残してみたいなね。そんなやつをやりたくないから。よっ、よし。このゲームね、コスチュームたくさん用意されてるんですよ。それがね、なかなか良くて、たまにはこうやって着替えて見せたい。なんかそういう動画があってもいいね。別にストーリーとかじゃなくて、こんなコスチュームあるよっていうのをね、見せていくだけの動画で、それを見てね、あ、これ欲しいなって思ったら、まあクラウンストアでね、クラウン買って、まあ交換すると。さて、ラリちゃんでも本当に若いな。こういう格好させると。あ、ちょっと待って、アリノールのドレス全然似合う、全然似合う、全然こういう町娘います。ちょっと待って、武器が邪魔だもん。かわいらしい。ようこそアリノールへ。で、ダボンズウォッチ。いろいろあるんですよ、こうコースチューム。ドリフティングサンド、これあれだね、
アリクレ砂漠のやつだね。ね。バルモラの祝日。これはあの、ダンマーのね、ダークエルフたちの、待ち木みたいな感じね。あれ連打しちゃう。これインペリアル。ちょっと、格式高い人たちの服。で、これアルゴニアンのね、普段着。まあ、アルゴニアンですから露出高め。鱗のものですから。で、それのちょっと、シンプルなやつ。で、これはもうね、レッドガードの踊り子たちの服。これはもうあれですね、さっきのね、バルモラの、ちょっとガウンみたいな感じ。アルマレクシアの守り手。ビーストスカリムの軽装よ。バレンウッドの紡ぎ手。ウィスパーウェイウェフトの祭り衣装。ウィンターボーンの戦士のコスチューム。ウェイレストのスエードタブレット一式。あ、外れちゃった。ウエストスカイリムの軽装よ。ウェディングドレス。まあ、こんな感じで いろいろあるんですよ。これも長年、私がね、まあなんだろう、コツコツと集めてきた、多くの賢者のベストね。これ今、私の一番のお気に入りです。イリアさんが着てるやつ。大島王の清掃。あとはなんだろう。ノルドの水浴びタオル。水浴びするときだからこれですよ。ノルドとじゃ。すごいねこれ。まあいいか、こんなん着てないと思う。行こう。髪型も戻す。スクーブとベンダーのこれだ、戻ったね、いつものラリーちゃん。よし、こんなことをやってる場合じゃなかった。あなたに伝言があるの。サイサハンを助けた。あ、ごめんね、ごめんね、いつかやるから。これで避難所に戻ればいい。あ、ちなみに避難所ってのはね、ポータルで止めます。ポータルというか旅の祠で。早い。しかもタムリエルの十種族にはそれぞれ独自のテーマの家があります。やっぱりテーマに沿った家に住みたいね。戻ったのだな。何か見つけたか。信者たちがこのような応募を使って連絡している。アブナーサルンと話した。アブナーサルンは再び現れる。その時奴は大きな役割を担っているだろう。よしあしは分からんがな。応募を置いていけ。
サイサ藩の居場所を調べるために必要となろう。わかった、幸運を。ちょっと待って、こっちへ来て。ん？話すことがあるわ。何？あんたと預言者がアブナーサルンのことを話していたわね。なんでそんなにサルンを嫌うんだ？預言者は選ばれし5人の話をしなかった。うん、彼らの話は原始で見せてもらった。だが考えを聞きたい。どこから始めたらいいかしら。話すことがたくさんある。選ばれし5人について教えてくれ。私たちは皇帝バレンによって選ばれ、彼と共に王者のアミレットと呼ばれる失われたアーティファクトを探す旅に出た、うん、皇帝、私、レッドガードのサイサハーン、アブナーサルン、そして裏切り者マニマルコの5人よ。なるほど。マニマルコについて教えてくれるかい。あんたは彼のことを自分を殺して魂を奪った男だということくらいしか知らないでしょう。うん。当時は皇帝が最も信頼を置く相談役だった。バレンに王者のアミレットを探すように説得したのはマニマルコだった。なるほど。なぜバレンはアミレットが必要だった？バレンは真のドラゴンボーンの皇帝ではなかった、うん、アレッシアの血は受け継いでいない。マニマルコはアミュレットで全てを変えられると言った。バレンを真のドラゴンボーンにするための儀式で必要になると。なるほどね。それでどうなった？2年以上かかった。でも私たちはアミュレットを見つけ、儀式を行うためにシロディールへ戻った、うん、けどマニマルコが裏切った。儀式で魔力が大爆発を起こした。バレンを失い、サイサハーンと私はお尋ね者になった。それから？マニマルコはアブナーサルンの娘クリビアを女帝摂政とするように元老院を説得した。でもマニマルコこそが王座を操る真の権力者だった。なるほど。サイサハーンと私は身を隠した。私たちの首には賞金がかけられたわ。なるほどね。アブナーサルンについて教えてくれないか。アブナーサルンは元老院議長、そして女帝摂政である娘の側近の筆頭であり、マニマルコの太鼓持ちでもある。なるほど。サルンは虫の教団に仕えるのはあまりよくは思っていないようだったか。サルンがまず忠誠を捧げるのは彼の家、そして帝国よ。守るときは非常になるわ。虫の教団は明らかにそんな忠誠の対象じゃない。サルンは彼らのことを信用していないだろうけど、腰抜けすぎて裏切れないのよ。なるほど。彼が裏切る可能性もあるのか。おそらくね。でも私たちが彼に何を渡せる。彼はもう神様以上にお金を持っている。なるほど。もう十分聞いた。話が長くなるわね。後でまた話しましょう。うん。それまで預言者を見守るわ。願わくばあのオーブでサイサハーンの居場所が分かればいいんだけど、そうすれば次の行動を決められる。そうね。うん。今回はここまでみたいだから、もう一個くらい行きますか。ちょっと早すぎるからね。じゃあ一回出よう。影を追って。Days and nights of fear.
shields of hope. Pride fuels the deadly fire that devours our tower of gold. The drums of war will rend and roar till the sun burns bright once more. Beauty of dawn.